はい、えー、本日の暗号通貨ニュースは、まあ、いろいろとね、コインの順番が入れ替わってます。そしてビットコインが、またね、急騰しております。420万、30万の方に行って、イーサリウムもね、やっぱ本腰出してきましたね。そして私の虎の子のリップル、42円の平均取得単価なんですけども、まだ含み損がちょっとあるんですよね。うん、まあ、リップルは一時期諦めたんで、いくらになってもいいんですけども、ここに来て、SN、s e c の訴訟でしょ まあもうどっちでもいいとはね言い言いながらもう値段が上がってくるとちょっと期待するもんがありますよねこれからどうなっちゃうんでしょうかで今日ねちょっと忘れかけていたあのコインをちょっと検索してみたいなと思いましてまずはスピンドルスピー、うんこうですかあ出てきましたね1432番はいスピンドル検索すると0.022円ということで なんか、値上がりはしてるみたいですね。どうやらね。でも、どっから値下がりして、どういうふうに値上がりしたのかっていうところをマックスで見てみましょう。ボンと。わー。これは、3円とか4円とか、いや、1円も、もう、期待できそうのない金額ですね。今から50倍になって、やっと1円でしょう。うん、それでも、だいぶ損ですよね。GACKT さん。ねえ、これいいんでしょうか。GACKT さん、これ。どういうふうに結持つんでしょうか。 男らしく言ってほしいなと思いますけどもさあ次はですねノアコインノアコインはノアコインでいってみましょうかノアコインはどうでしょうかうわー0.007円なんだこりゃとノアコインをね花井キャラク買っていた方今頃どうされてるんでしょうかいやーこれも1円になるのはもうね1万年後くらいかもしれないですね果たしてノアコイン何の誰の役に立ってるんでしょうか 全く分からなくなりました、まあ、ノアコインは何種類かありますんでノアコインのプレミアムとか言ってみましょうかプレミアムはいプレミアムなんだけど価格はプレミアムにあらずどういうところから価格が落ちてるんでしょうかうわーもう地べた剥いずり待ってますちょっと値上がりしても全く意味がないですねうん含み損覚悟で決済してる方がだいぶいるみたいですいやもうね忘れられたコインじゃないですかこれはでも結構買ってる人多いですよねこれ なんとまあ気の毒としか言いようがないですさあ,あお笑いはこのぐらいにしといてですね次はこれがエイダですね私がプレセールで唯一買ったでも買った時は詐欺なんじゃないかと思,思ってましたね今は自分の見る目のなさに助けられていますエイダは詐欺だと思いながら買ってみたけども随分値上がりしてくれました35円ねえズバッと 去年の今頃はねもう125円とか割ってました大きく超えてましたんでまだまだ1ドル前後は狙いたいところですねうーん美味しいで次がビットコイン420万ビットコインはねほんと2万円前後の時にだいぶ買ったような気がしたんですけどもあれからビットリージョンに飲まれて、えー、他にも石油の何とかっていうね暗号通貨にも飲まれてかろうじてちょびっと残っていたやつがまさにちょびっとコインですけども うんグッと上がってくれたんでね嬉しいなと思いますねマックスどうでしょうかもうね2017年の暗号通貨バブルですら押し目だったというねうんこれはいいですねギュッと急騰してますでもこれ急落が起きるのが怖いですねだって利益確定の人がどんどん出てきたらこれ今度逆回転しますからねはい次は XRP36 円ちょっと前まで20円だったんですけども ままたたた復活ししてててききくれましたありがとう帰ってきたね XRP ほら XRP はね400円前後までいったんですよねそれを考えるとやっぱり私としてはね200円前後まで来てから決済を狙いたいなと思いますけども、うん、200円まで伸びるそんな根拠は私には見つけられません単なるもう今はね妄想と勘だけでリップルを持ってるような感じですもういろんな裏付けがあるわけですよ値上がりするよ値下がりするよなくなるよとか 総称はあのフェイクだよとか、ね、いろんな見方がありますけどもまあ自分の責任で買ったんでうん後ろ指刺さ,されて、うん、やられた扱いをされることもありますけどもまあね投資も恋愛も人生も仕事も何でもそうですけども無傷で成功者になることはできないと思いますし一生懸命やったけども成功せずに大失敗かもしれません。でもなんかね 何かに取り組んだっていう人生の財産は残ると思うんで私はもうそれだけでいいかなと思いますとはいってもねまあお金が稼げた方がいいですけどねでどちらにしても今みたいな時代になってくるとこんなね暗号通貨とか株とか FX っていう投資ごとにいわゆる余剰資金を預けてる人っていうのはうーんまああれですよねまあ限られてると思うんですよねでしかもこれ今みたいに株式仕様とか マーケットの暗号通貨のマーケットの状況を見ていると余剰資金を持っている人のお金はますます増えてねでこういう風な投資にトライできなかった人の暮らしっていうのはますます切り詰められて何の助けもないみたいな形になっちゃうんでどういうんですかねやっぱり私としてはねこの客観的に見てですよ個人的な気持ちとしてはまだ別にあるんですけど客観的に見てお金がない人はやっぱりビジネスをした方がいいと思うんですよ。ビジネスをすると あぶせに思った人がそのビジネスにお金を払ってくれると思うんですよそれが富の移転だと思うんですよねただまあ何て言うんですかねあのお金が降ってくることを待っていてもその本当運任せになっちゃうんでうん何と言いますかうんお金を稼ぐ方法としてはね基本的にはビジネスをするか小さなビジネスですよ小さなビジネスをするかまあ大きなビジネスでもいいんですけどもんで労働をするかそれか投資事をするかなんですけども。 うん、まあその中にねこの金持ち父さん貧乏父さんの4つのポジションの中にお金をもらうことを待つっていうのはなかったと思うんであの本を信じるなら、うん、やっぱりなんかアクションを起こしていかないといけないかなとそして今はね多分情報発信すするることと自体がもううねビジネスのスのタートになると思うんですよ、うん、だからその中で例えば自分はお金がないから困ってますみたいな発信をずっとしてたらね振り込みがあったみたいな人もいるわけなんですよね。これすすごいですよねうん YouTube でスーパーチャットっていうのがあるみたいですけどもああいうのではなくてなんかねツイッターで銀行口座を出してそれをずっと繰り返し繰り返し発信してったらそこに入金があったみたいな方もいらっしゃってだからどう人の心を動かすかなのかなと思うんですよそういう意味で言うと特別定額給付金みたいなのがね今日本政府から出ない出ないって言ってますけどもいや私は基本的に出ないと思うんですよでも出しててやろうっていうっいに 権力者の方の方気持ちをだからね、なんていうのかな、言い方難しいんですけども、菅総理とか麻生財務大臣を叩いてばっかりだと、ますます意固地になって出さねえよってことになっちゃうかなと思うんで、なんかある程度持ち上げながら、ちょっとお願いだよ、出してよ、みたいな取り入れ方っていうのがないかなと思いますけども、まあ私はできないですけどね、そういうことはね、ちょっとね、麻生財務大臣は、ちょっとね、退場してもらって、 もっとね、あのー、財政出動派の誰か金融担当大臣が財務省の力をちょっとね抑えて、えー、もうちょっと国民直接給付がなせるように動いてもらいたいもんだなと思ってますけどねはいじゃあ本日は以上な感じですか暗号通貨はね本当に仕込み時が数年前って方が今結構いい思いしてると思うんですよでビットコインに関しては今年 ではなくて去年か去年の今頃100万円前後の時に仕込めた人が今結構ねあのワクワクしながら毎日コインマーケットキャップを覗いてるんだと思いますよねうんだからやっぱこう数年後のために仕込,む仕込むみたいなのが投資ですからうん今目の前のことを一生懸命やるのも大事なんですけども数年後のためにねこう資金を埋めておくもちろん余剰資金ですよ、うん、そういった余剰資金をまずは作るためにうん まあ財産をね、貯めておかないといけないのかなと。もちろん投資なんで、パーになることがあるという怖さはあります。そして、今、含み益が出てる段階でも、今、利格して、利益を得ておいても、もっと値上がるんじゃないかなっていうふうな欲がね、決済を遅らせるんですよね。この辺、ほんと自分の精神との戦いになってくると思いますし、あの、投資ってのはね、学んだからといって、本当に勝てるかどうかっていうのは分かんないんですよ。そもそも、誰のどんな投資を学べば正解なのかすら、 うん、わかんないですからね。まあ難しい世界だということでございます。本日は以上です。